サンマイクロシステムズ、サンマイクロシステムズはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置いていたコンピュータの製造、ソフトウェア開発、IT サービス企業である。2010年1月27日にオラクルにより吸収合併され独立企業、法人としては消滅した。サンの名前はスタンフォードユニバーシティネットワークの頭文字サンから来ており、 スタンフォード大学で校内のネットワーク用のワークステーションを独自に開発したアンディ・ベクトルシャイムがスコット・マクネリ、ビノッド・コースララと共に会社を創立したのが始まり。創立に際してカルフォルニア大学バークレー校で BSD ユニックスを開発していたビル・ジョイを創立メンバーに招いた。創立した1982年から数年で世界企業へと成長した。以下、 その中心的製品であった3ワークステーションについて少し述べる。マイクロプロセッサには当初は6万8000系を使っていた。これは同時代に他にも多数現れたジョーズと呼ばれるワークステーションと同様で手堅い選択と言える。後に自社開発のスパークに切り替え高い性能対価格比で他社製品に対し強い競争力を確保した。 やはり同時代の他の多くのワークステーションと同様に、主要、オペレーティングシステム、OS として、ユニックス系を採用したが、サンは特に BSD に強いメーカーとして、BSD の著名な開発者の一人であったビル・ジョイを、特別待遇で雇ったことなどが知られる。そのサンスは、後に、ユニックス戦争で、ユニックスインターナショナルとして AT&T と共同したため、 システム部ベースに変更されたソラリスというように、市場向けには宣伝されたが、実際のところは、OS 添付の GUI などを含めたシステム全体の商品名がソラリスで、そのベース部分はサンスそのものである。PS コマンドのオプションなどわかりやすい部分において、デフォルトではシステム V 風に回収された動作をするが、実際のところは BSD であった、コマンドなどは、両方が実際には、 用意されていて、パスでそちらを先に指定するだけで切り替えられた。サンスも、また、サンワークステーションの魅力であった。自社の技術を公開したりライセンスしたりすることが多く、それ以前の、あるいは一部のメーカーには、今もはびこる閉鎖主義を打ち破ったオープンシステムの機種であった。日本では富士通が定型メーカーとして知られ、特にスパークに関しては製造の受け負いのみならず、 独自の拡張、ISA とマイクロアーキテクチャによる製品までもを作っており、K のプロセッサコア等が著名である。Java はビルジョイを中心としたチームにより開発された。2000年9月には、インテル系の CPU と Linux の組み合わせのサーバを販売していたコバルトシステムを買収し、インテル系の CPU と Linux を組み合わせたサーバが2001年から、 3から販売された。2005年には STK、2008年1月にはマスコールの買収を発表した。ユニックス戦争に伴う核ベンダとの競合状態において、ビル・ジョイなどのユニックス神話に名を残したスーパーエンジニアの功績や、いち早いインターネットに向けたサーバー軍の取り組みにより、アメリカ合国を中心とする世界市場において、 1990年代前半3は独人勝ちの予想を示した。日本市場では富士通、東芝、CTC などと提携し、通信系や企業機関系に浸透しつつあったユニックス市場において、その価格性能比と知名度で進出した。その結果、日本市場では競合する HP、日本電機陣営や IBM、日立陣営などと並び、 有力な商用ユニックス系ベンダーとなった。90年代後半までの一人勝ちの状況以降、元々の企業規模がそれほど大きくなく、先進性で売上を上げるにも研究開発費の大規模な調達ができない点、Java などの別技術への投資を集中した点などもあり、その後のユニックスによるエンタープライズ系への対応や処理速度改善において、いくつか、 決定的な遅れをとってしまう。インテル製 CPU の動作周波数の向上や開発資源への大規模な投資により高性能化した PC にユニックス陣営は追い込まれつつあった。特にリスク陣営でも m i s テクノロジーと同様に自社での CPU 製造をないさんは,は急速な開発期間の短縮や新規テクノロジーの適用において遅れを取り始める。 その結果、ウルトラスパーク E が主力であった頃、IBM や HP、DEC といったディスク人への競合 CPU と比較して、ウルトラスパーク E が著しく遅く、他社のメインストリームサーバとの比較による受注の大量症を避けるため、業界標準ベンチマークとなっていた TCP ベンチマーク値の公開を取りやめている。また、 基本比較値として残さざるを得なかったスペックといった基本ベンチマークにおいてもインテルのザイオンと比較された際に同等レベルを維持するのがやっとの状態にまで追い込まれていたユニックスのエンタープライズ分野においては唯一対応の早かったサーバの仮想化技術の延長線上にある論理区分による同一筐体内複数パーティションの機能も HP や IBM は1年もせずに同等以上の機能を提供してきたため、期間系における導入シェアを大きく上げる要因にはならなかった。これにより、大規模なエンタープライズ市場において、当初は HP に、近年は IBM に巻き返され、多少用ユニックスとの横並びもしくはそれ以下となっている。詳しくは、サーカスソラリス、論理ボリュームマネージャーの項目を参照。 また、オープンソース OS である GNU、Linux によるネットワーク系サーバーの置き換え、および比較的安価な機関用サーバーの置き換え需要に、さらされ、商用ユニックスで最もダメージを受けた OS と、評されおり、下級の対処が必要とされていた。一旦、遅れを取った CPU の構成の丘や、エンタープライズ分野への新たな訴求として、 ソラリス自体のオープンソース化が進められている。また、CPU に関しても、ナイアガラというスパーク EE 相当のコアを複数搭載した CPU が登場してきている。この2点において、現状、次のように評価されている。このような状況の上、新規 CPU のウルトラスパーク V の開発を中止し、多くのエンジニアをレイオフしており、英語版ウィキペディアにおける、 3の項目の記載にあるように、IT バブル崩壊後の動きにおいて、非常に曖昧もことした状態と言える。この状態を抜け出すため、NEC から SI、HPC 分野のアライアンスを取り付け、富士通との関係もさらに深めようとしている。しかし、グリッドに対するスタンスの違いや汎用計測計算機など、国内プロジェクトへの国産ベンダの方向性は、 明らかにんと他元を分かつ方向に向けられており、多くの指揮者からは非常に厳しい見方をされている。んの革新性は IT 業界のビジネスモデルの変更を迫る内容も多いことから常に風当たりが強いが、多くの革新的エンドユーザーや IT の本質を追求する研究者や技術者からは高い評価を受けており、IT 業界において新たなテクノロジーの創作により、 IT 業界や市場や社会に大きな変革や影響をもたらした企業として認識されている。3という企業自体のファンがいることも他の IT ベンダーとは異なるところである。2004年4月には長年の宿敵とされたマイクロソフトとの和解と提携を発表し、以後は双方運用性の向上を図っている。さらに2004年6月には富士通との提携を拡大し、 次期スパーク、ソラリスサーバーの共同開発を発表した。今後のハードウェア開発は富士通、ソフトウェア開発はさんという役割分担とされる。2009年3月18日には IBM によるさんの買収が交渉中と報道されたが、2009年4月20日にはオラクルによる74億ドルでの買収が発表された。同年9月、 オラクルはスパークやソラリスについてより一層の投資を確約する広告を出した。当買収によるデータベース市場などへの独占禁止法上の調査が行われたが、米司法省は8月、欧州委員会は2010年1月21日に当買収を承認し、同月27日に買収が完了した。買収後、オラクルの完全子会社として わずかの間存在したが、同年2月に、オラクルの子会社であるオラクル u s a オラクル u s a インクと合併し、オラクルアメリカ、オラクルアメリカ、インクとなった。そもそもさんは、数ある IT ベンダーの中でも、多額の投資によって開発した先進的な技術を、独占的に使用しようとするのではなく、業界全体の進歩のためという理由でおしげもなく、公開して、 島という極めてオープンなスタンスをとっていた。また、オープンソース系のコミュニティに対する支援にも極めて積極的であり、そのような姿勢が多くの技術者から支持を受けていたことが同社形状の試算でもあった。しかしながらそれらの技術者たちは比較的クローズドな戦略が目立つ合併先のオラクルに対して決していい印象を持っているものばかりとは言えない。実際に、 OS であるソラリス本体、パッチの優勝化などの大きな方針転換が行われたことや、競合となったヒューレット・パッカード社のハイエンドサーバー向けの CPU、IT ニアムに対する全てのソフトウェアの開発中止が発表されるなど、IT 企業として決して非常識ではないものの、従来の3ではまず考えられないような戦略が次々と展開されていることから、従来からのファンの 三離れが懸念される状況となっている。また一方で、三の強力なハードウェア上にそのアーキテクチャにコードにチューニングされたオラクルデータベースをすでにインストールした状態で出荷されるデータベース専用ハードウェア、エクセガタシリーズが発表され、極めて好調な売上を記録しているなど、合併による相乗効果も着実に上がっており、市場関係者からは、 この合併を高く評価する声も多い。サンスは BSD 版ユニックスを元にしたもので、この BSD 版ユニックスのライセンスは GPL の元になったフリーソフトウェアライセンスであった。当初の BSD ユニックスは AT&T のライセンスを必要としたが、独自のコードと実装を進め、その後の AT&T とのライセンス交渉において、 AT&T のユニックスライセンスに縛られないものとなった。その際にカリフォルニア大学バークレー校で拡張互換ユニックス開発チームが書いたコードは多くのユニックスの実装に影響を与えている。この開発チームにて実装やソースのレビューとレベルチェックやリポジトリを管理していたのが CSA1 の開発やユニックスの実装に大きな影響を与え、 スーパーエンジニアとしても有名なビルジョイあった。つまり、フリーソフトウェアを中心とした Linux や GNU の思想は、3の遺伝子を色濃く残したもので、3とフリーソフトウェアの親和性の高さは、こういった歴史的な経緯から来ている。また、NFS は3により作られたネットワークファイルシステムの規格であるが、3から NFS のライセンスを受けると、 サンスのソースコードが送られてきていた。現在の Linux などで使われている NFS は、独自のフリーな実装が使われている。NIS も3により開発され、アカウントなどの集中管理用として、他社ユニックスや Linux にも採用されている。ソラリスのデスクトップ環境として、以前から利用していた CDE から GNU プロジェクトのフリーソフトウェアである、 GNOME に変更するなど、既存のオープンソースソフトウェアと連携した動きも差は、GNOME の開発の中心にいる企業、ジミアンに出資していた。また、以前は Linux に対して、非協力的であったが、最近は、自社製品に Linux を搭載している。OpenOffice.org を、フリーソフトウェアかつコピーレフトの GNU。U LGPL で公開している。OpenOffice.org は豊富な機能を持ったオフィススイートで多くのプラットフォーム OS をサポートしオープンソース運動を加速している。3は OpenOffice.org の成果をもとにソース非公開のストラフス。日本では NEC がすでに商標を取っていたタストスイートを開発し販売している。 なお、ストラフスは、教育機関などに向けての無料ライセンスもある。Openofice.org f, f、I C e T o R G、のベースとなったストラフスは当初、ドイツのソフトウェア会社ストディビジアンで開発されていたソフトウェアで、サンは同社を買収した後すぐに、オープンソースプロジェクトとて公開し、注目を集めた。当初は、産業界基準使用許諾。 シスルと呼ばれる三独自のオープンソースライセンスと GNU-LGPL とのデュアルライセンスであったが2005年9月2日にシスルを廃止し GNU-LGPL に一本化したサムワン・ワン・オープンネットワークエンバイロメントオラクルによる買収後サンのマスコール創業者がスピンオフしてマリアドブを立ち上げたほか OPENOFFICE.org も開発者の一部が離脱して Debris o f を立ち上げるなどプロジェクトの分裂が相次いでいる。その他 Java など今後への懸念も報道されている。これに対してはオラクルも2011年6月に OPENOFFICE.org をアパッチソフトウェア財団に寄贈するなど現在のアパッチオパノフス。 一部プロジェクトについてオープンソースコミュニティへの移管を行うことで懸念解消に努めている。3は新クライアントに早くから取り組んでおり、1996年頃に2004年から2006年にかけて販売されていた Java Workstation とは全く異なるので10位を発売した。そして1999年頃から現在までサンデーシリーズを販売している。 特筆すべきこととして IC カードを抜き差しするだけで自分のデスクトップ環境が即座に表示されるホットデスクをサポートしていることである。3は2004年頃から日本法人も含めた自社社内のほとんどの業務用端末が3例になっているとのことであり、例えば日本法人に勤務する人が国内の他のオフィスや米国本社へ出張をもむくときに席を予約しておき、 出張先の席にあるサンデー端末に IC カードを差し込むだけでどこでも自分のデスクトップが表示されるのであるある社員はシリコンバレーから日本へのリモート接続であるにもかかわらずあまりに快適に動作するので本当に自分のデスクトップ環境が置いてある日本のサーバーにつながっているのと最初は混乱した胸をとろしているさらに現在ではサンデーサーバー経由で リモートデスクトップないし、ターミナルサービスが使える Windows とも接続可能になった。2007年1月には無線 LAN を搭載したノート PC タイプの 2N を発売した。消費電力が通常のノート PC の半分だという。徐々にではあるが、3例は国防総省でも採用されるほどセキュリティ高いため自治体や大学などの教育機関や 観光庁を中心に納入実績が上がりつつある。民間では導入実績が少ない。日本法人のサンマイクロシステムズ株式会社は東京都世田谷区洋画4丁目10の 1SBS ビルに所在していた。現在は日本オラクル洋画オフィス。日本法人も2010年6月1日付で日本オラクル株式会社の兄弟会社である。 日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社、現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社に、九州アーサレ解散した。F1 では1995年から2005年に、かけて、マクラーレンにテレメトリーシステムを供給していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。